今日紹介するのはこちらです。プチブロックのショベルカーを紹介したいと思います。早速ですね、もう作っちゃったので、ドンと。 こんな感じになりました。まず近くで見ると、クリアパーツが使われていて、なかなかこう特徴がですね、掴めてるんじゃないかなと思います。可動というかショベルの部分が、アームがですね、結構こう動くんですよね。こうぐーっと。なので、結構、あ、取れちゃいましたね。 結構ですね動かしやすいというか、うん、グリグリ動くので大胆なポーズも取らせれますね、はい、それではですねこちらのショベルカーとはいこちらのですねナイトというプチブロックのロボットを合体させて新しい メカを作ってみたいと思います。今回はこのようになりました。ーンと。まずは比較をしてみましょう。今回はですね、ちょっと大型に作ってみました。うん。足回りも、ちょっと関節をずらして、うん、大きくしていて、手もですね、すごいこう。 伸ばしてるんですよね。足も若干、よいしょ。長いんですよね。こういう風に。で、体も一回り大きいような作り込みをしてみました。近くで見てみるとこんな感じですかね、お顔は。うん、で、首がぐりぐり動くのと、 可動は基本一緒なんですけど、手がですね、結構長い分、大きなアクションですね。あと、こっち側まで行きますね。こういう感じで、動きます。腰も全部一緒ですね。すごい動くのと、足も長いので、うん。 アクションが結構決まってまあほに優秀な可動範囲があるので楽しめますねこういう感じでうんダイナミックなポーズも決められますこういう体育座りみたいなのも <laughs> できちゃいますね 今回もこのナイトというブロックと、はい、このショベルカーを合体させてこのロボットなんですけどまだまだパーツが余っていてショベルカーのような支援メーカーを作ってみましたそれがこちらですこれで全てのパーツが全部使われてるんですけどちょっとショベルカーのような 見た目も残しつつはいこんな感じで作っておりますちょっと可動だけ簡単に説明するとよいしょここで動くのとあとはここですねショベルカーの時と一緒な可動を起こすことができますこの2つのブロックでこれだけの アイテムを作ることができますねそれではですねこちらのショベルカーのようなものをバラバラにして武器になるのでこのですね素体にこうつけるような流れを作ってみたいと思いますまずはこのショベルをここでよいしょ外しちゃいます そしてここでですねこの青いピンがあるんですけどよいしょここで外してあげてこんな感じで取れますねあとは後ろというかここでもう1個取れてここでも取れるのでこれで全てバラバラに パーツをはい分けれましたナイトの時にこういうソードがいつも付属するんですけどこれも今回作ってみました通常のソードよりもちょっと長めに作っていてまあほんのちょっとですけどねこれを本体に取り付けるとよいしょ ここんな感じででつけることができますすごい大きいのでダイナミックなポーズが取らせれますね手足も長いのでこんな感じでいい感じにアクションさせれますね武器はいろんなところに例えばこう肩とかにつけておくと。 収納するような感じうん。で、できるので、こっちからこう取ってあげるようなポーズなんかもいけますね。次はこちらですね。まあ、10に見立てたものなんですけど、ちょっと大きな素体になったので、こちらはですね、まあ、ランチャーのような、 イメージでちょっと作ってみました。よいしょ。手にはめて、持たせるとこんな感じで、よいしょ。ちょっと <laughs>、ポーズが下手なんであれですけど、こんな感じでですね、よいしょ。打たせるようなイメージですね。もう一つ、 これは背中に、背中といって肩ですね。肩につけれるようにしてい,てよいして、ここにちょっとジョイントを作っていって、グッと押すと、はい。もう入りきっていないんですけど、こういう感じで、肩にマウントしてミサイルのような、 武器をイメージしてますでここのグリップをこうなんか、まあ握れないんですけど、握るような、うん、ポーズもいいと思いますね。なんかこんな感じで打ってるような、はい、ポーズも素敵ですね。この戦車だった時のキャタピラーの部分はですね、この剣に よいしょ。ジョイントさせてあげて、あ、こっちの方がいいかな。よいしょ、はい。巨大なですね、ソードにすることができます。大きな素体なので、こういう巨大な武器がめちゃくちゃ似合いますね。画像に入りきっていないんですけど、 両手持ちもできるようにしておりますね。はい、あとはこのキャタピラはですね、肩によいしょ、つけることで、この戦車のですね、よいしょ、ミサイルのような、よいしょ、あ取れちゃいますね。 武器にもすすることができます最後はこのショベルなんですけど基本的にはこの部分をこうひっくり返してですね肩の部分にジョイントがあるのでつけてあげてよいしょこうするとはい黒のですね武装のような感じでつ けることができますこれはいいですよねなかなかいろんなポーズが決まってこれはかっこいいですね全ての武器を装備させるとこんな感じのボリュームになってここら辺が稼働するのでよいしょこう展開したような状態とかも 決まりますね。かっこいいです。最後はですね、巨大なショベルモードにすると、こうなります。めちゃくちゃ長い感じで作ってみました。角は結構優秀で、こんな感じでぐり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 動きますね。はい。で 近くで見るとこんな感じになっていてよいしょはい全部のロボットのパーツも余ってるパーツもなく合体させるとこういうショベルカーを完成させることができますはい今日はですねこちらのショベルカーとナイトを合体したロボットを 作ってみました。なかなかですね、作るまで時間かかるんですけど、この二つを買うだけで、いろんなこうバリエーションを作ることができるので、皆さんもやってみたら楽しいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。せばねー。